ウォーターサーバー反対派だったんですが子供が生まれてからはウォーターサーバーすげえと思ってますえ泣きわめく子供前にして一瞬で人型のちょうどいい温度のミルクを作れるからですえ子育て余人の児のハプニングが多く起きるんですえまさに思ってたのと違いが起きますその中とりあえずミルクがすぐできるウォーターサーバーをすごいと思いました威力さん的にはそれでもウォーターサーバー使ってるのはバカだと思いますが、まあ、自分がいいと思えばいいんじゃないですかただお湯沸かしといてあの給湯器でも給湯器でちょっと出して水混ぜれば嫌いいなのでおつの問題だと思います えとあのもしその子どものことをちゃんと考えてるのであれば鉄瓶でお湯沸かしとくといいですよ。あのそのそ えっと、人間の赤血球って鉄分が必要で、で、鉄分が多いと、その赤血球が、あの、酸素を運ぶ量が増えるんですよね。で、あの、まあ、人間の脳って割と多くの酸素を使うのと、あと、その、ま、あの、まあ、子供ってその筋肉の成長だったり、体の成長っていうか違うんですけど、まあ、そこの、あの、要は細胞が分裂するためにも、その酸素が必要で、で、その酸素を運ぶのは赤血球で、で、血球を作るには鉄が必要なんですよ。で、あの、鉄瓶でお,お,お湯を沸かすと、お湯の中に鉄分が入る可能性があって、なので、あの、鉄分を多くした方が実は生育にいいんですけど、今の、あの、現代の人って、 ですよねでコメントでひじきって書いてるんですけどあの昭和の時代ってひじきは鉄分が多いからひじきを食べた方がいいよねって言われたんですよ。であのひじきには鉄分ほとんど入ってないんですよ。 ひじきに鉄分が入って何も変わらず、あのひじきの鉄分がなぜ昭和の時代多かったかっていうと、海藻を鉄の鍋で煮込んでたせいで、その鉄鍋の鉄分が海藻であるひじきに入ってたので、ひじきの鉄分が多かったんですけど、最近のひじきは鉄分少ないです。あのアルミの鍋で茹でたりするんで。っていうぐらい、その鉄の、あのその鉄瓶だったり、その鉄のその食器を使って、あの、調理をすることによって、食べ物に鉄分って入るんですよ。なので別に魚田様が便利だったら便利だと全員いいと思うんですけど、ただ子供の食べ ものであれば鉄瓶で沸かしたお湯をそのあの保温できるあの,あのおさんが言う魔法瓶に入れといてでその温度調節をしてあの水と混ぜるみたいな形であのミネラルウォーターのペットボトルとその魔法瓶みたいな形で温度調節するっていう癖をつけた方がよりいいんじゃないかなと思いますけどまずは各家電源型なんではいお好きにどうぞ。